去年12月に夢二郷土美術館が購入した竹久夢二が30代の頃に描いた油彩画アマリリスです。夢二が長期滞在した東京本郷の菊富士ホテルに寄贈したもので、1944年の閉館後所在が分からなくなっていましたが、去年東京の画廊にあることが分かったということです。また夢二が欧米に外遊した際に描いたスケッチも初公開されました。素晴らしい夢二式美人がアマリリスの花とともに描かれ、夢二を知る上で非常になくてはならない作品であるなというふうに思い、この奇跡的な出会いに非常に大きく感謝したというところでございます。アマリリスと外遊スケッチは来年夢二生誕140年記念巡回展で展示される予定です。